1998年にデビューし、今年2018年に20周年を迎えた私。4月に行われたデビュー20周年コンサート、ビヨンドイマジネーションから半年、20周年イヤーの旅は折り返し地点に。この記念すべき年に、私にとって思い出深いパリへ8年ぶりに戻ってきました。この場所で何を思い、何を感じたのか、そして今、私が伝えたいこと。Merci d'être venu aujourd'hui. Ça fait longtemps, tout le monde va bien? Family tree.ことに尽きるなと思いました。それは自分を信じる、スタッフの人たちを信じる、仲間を信じる、お客さんを信じる、自分の未来を信じる、自分が歩んできた過去を信じる。私にとって20周年というこの年に、またパリに8年ぶりに戻ってこれたことをとっても嬉しく思っています。20周年ですよ。 20th anniversary. Thank you. 飛んでくるしげが大きと仲やだほうにろごこの星だわ。大津技で加圧して子息のままねえたとくめ
お客さんに私のフランス語が伝わったのかわからないんだけど、でもなんか気持ちが伝われば、言葉じゃなくて本当になんかみんな来てくれてありがとうっていう気持ちをやっぱりそこの言葉で言いたかったから。Merci d'être venu aujourd'hui って言ったの。